ザ・グラン47招待日よりを利用、ユキヒョウの旅。銀座到着。銀座で久しぶりの食事です。何年ぶりだろう。銀座4丁目の交差点です。銀座のシンボルの時計塔、銀座は高ビル。2022年6月に、セイコー、ハウス銀座になりました。並びに三木本銀座本店があります。三木本のクリスマスツリーも、毎年楽しみでした。2014年のクリスマスツリーが、最後になりました。当時は、良いカメラを持っていなかったので、ピンボケだらけです。カメラのせいだけかな。カメラはオリンパスの TG1。私でも、そこそこ綺麗に撮れたはずよね。そろそろ予約の時間だよ。銀座4丁目交差点から、新橋方面に向かいます。到着。レストランは銀座613階にあります。銀座6は地下鉄銀座駅から徒歩1分です。11月ですが、ツリーのモニュメントです。銀座6は初めてで、適当にエスカレーターで上がります。途中からはエレベーター。13階で降りて、左にレストランがあります。ザ・グラン47。レストランに到着したよ。少し早く着いたので、手前の椅子で待ちました。時間になり案内されますが、招待日よりは別エリアのようです。ここも夜景が見えて、良さそうな席だよね。シャンデリアが可愛いわ。案内されて廊下を進みます。ツリーがあって写真を撮ってもらったよ。ホールに到着です。窓際の席です。本日の招待日よりのメニュー、ホールの様子です。デザートはこちらから選びます。リキュールのキータロマノフと、イチゴのミルフィーユにしました。ミルフィーユは、マキシムドパリー、復刻メニューです。飲み物メニュー。オレンジワインを頼んでみました。オレンジ味なのかな？赤ワイン用のブドウを使い、白ワインの製造方法で作ったものよ。色は薄いオレンジ色です。味は白ワインに似ていました。粉つみかん、シナモンジンジャーエール。ほんのりシナモン風味でした。
そろそろお料理が届きます。アミューズはサーモンとサワークリーム。まず本日のアミューズでございまして、はい、サーモンをリップにしてご用意させていただいております。その下はサワークリームとカキを使ったクリームになりまして、上にキクラハのヘーゼルナッツを置いて、バケットを添えてご用意させていただいております。手間にございます。スペインの方でぜひお召し上がりいただけたらと思います。失礼いたします。はい、ナッツとともに美味しくいただきました。桜エビのフラン、キノコのベール、キャビア添え。こちら前菜でございまして、駿河湾の桜エビを使いましたフランでございます。その上にですね、キノコと魚介のエキスを使いますジュレございまして、一番上に桜エビとクルミと、うん、キノコが乗っております。そこで召し上がりくださいませ。明太子の方が好きだな。キノコのジュレがちょっと硬い。パセットになりまして、右手が米粉を使ったパンとなっております。はい、オリーブオイルと塩コショウも頼みですけど、はい、米粉感が自然の甘みで美味しいです。バゲットはオリーブオイルのほか、塩とコショウでいただきました。白子のペニエ、スシローの白子天ぷらも美味しかったな。こちらが北海道のマダラの白子の紅アロマでございます。ソースが甲殻類のソースで、ゴマレービのたっぷりのソースでご用意しております。お二人とヘアタイと後ろにクリームやブランダードでジャガイモ、タラを、お野菜を合わせてご一緒に召し上がってください。神戸レモネードを注文。赤旗のロティ。続いてのお料理ですね。まずこちらは長崎県の対馬の赤旗を使ったロティになりまして、赤旗はちょっとパンの皮をイメージしていただけたらと思うんですが、クレートと呼ばれているものをまぶしておりまして、こちらの素材はピスタチオとアーモンド、ニンニク、バターを使ったものとなっております。ソースの方はお酒のベルモットというハーブの香りがするお酒を使ったものとなっております。付け合わせは、ペコロスとミキャベツをご用意しております。こちらですね、オマールエビのテルミドルフといった形で、このエビの具の中に、イメージとしてはこうグラタンをイメージしていただくかなというふうに思いまして、ソースの方もペコトレイの出汁から取ったものをご用意させていただいております。でこちらもポットナイフ使っていただきまして召し上がりください。アップグレードしたオマールエビ、イクラもいっぱいで嬉しいです。グラス2000円で赤旗のロティをオマールエビに変更できます。お隣のカップルさんの声が大きかった。ユーフィレのポワレ。
こちら、鹿島県産のフィレ肉でございます。そうそう、ソースがですね、愛媛県産の麦の芋という麦味噌を使いました。ソースでございます。ヒレ肉は高いから量がいつも少ない。牛ヒレ肉の食べ放題があったら行ってみたいわね。レストランからの夜景です。レーズアラロマノフ、ワインの香り漂うロシアの女帝カテリーナが好んだデザートです。いちごのミルフィーユ、グラス700円でこちらをデザートに選べます。銀座マキシムドパリのミルフィーユ復刻版です。無料のメッセージプレートです。予約時にメッセージ内容を伝えておきました。最後まで隣のカップルさんが酔っ払ってうるさかったです。ドレスコードなどないですが静かなお客様が多かったです。最後は紅茶にしました。お会計にはプレミアム商品券が使えました。招待日よりについて、招待日よりは医師または承認された団体が入会できます。年会費も数万円と高めです。私の場合はセゾンプラチナメックスカードを持っているので年2回対象レストランを利用できます。一人分、無料で利用できるのでお得です。セゾンの他にも、招待日よりを無料で利用できるカードはあります。ご興味ある方は、調べてみてください。最後は、帰りの地下鉄付近の映像でお別れです。よろしくお願いします。他の動画もよろしく、チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。